聞いていらっしゃるの18歳とか19歳とかなんですよね。私が自分がそのぐらいの時のことを考えてみると、私18、19ですごく大きく人生が変わったんですよね。それは本当に今まで高校までだと出会わない、いろんな人に出会って世界がバーッと開けたのがその年でした。で、愛を見ていると本当にたくさんの客員教授の先生とか、いろんなキャリアを持った方々がいて、なんか、ぜひ、このフィールドを最大限活用して、いろんな分野とか出来事とか人に出会って、で、ただ出会うだけじゃなくて、ぜひ一歩を踏み出す。一つアクションしてみるってところにつなげてもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思います。またなんかご一緒できることを楽しみにしてます。